ウェイトビートを、うん、はい、この160のテンポで元気よく、元気よく、このフレーズを1ヶ月で、うん、1ヶ月1ヶ月で弾けるようになりたいです。はい、3人中ファイヤー、きったしんでーす、ね、ー伊藤さんでーす、はい、久しぶりでございます。久しぶり、はい、1ヶ月ぶりですか。1ヶ月ぶりでございます。指の先がもう痛くて痛くて頑張ったじゃん。そうなんです。痛いのもいいことだよ。前回伊藤さんに指弾きの基礎を教えてもらって、はいはい、それをもうどんなに疲れてる時も、どんなにもう打ち上げでも飲んでベロベロで帰ってきた日も、ベースを持ってパチ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 叩いていきましたよ。素晴らしいじゃん、その成果は、ね、そうなんです、まあ、1ヶ月間それは指弾き初心者が弾き続けたらこうなるってところをちょっとまず見てもらいたいと。伊藤さんがやってるレイフラワー、サバイブのすすめ、サバイブのすすめ、はい、っていう曲中に出てくる A メロのフレーズを教えてもらって、うん、はい、うん、まあ、それ弾けるようになるにはっていうところだったんですけど、うん、まずは、まあ、基礎の基礎としてそうです、ね、サバイブのすすめのテンポ160の8ビート、8ビート、うん、まずこれが弾けるようにならないと。指弾き最初やった時に弾いててもなんかこれしょぼしょぼしてる。ああ、そうだね、しょぼしょぼしてるね、確かに。でも指弾きっていうのは、うん、ちゃんときちんと弾けば、そうそうそう、ビッグと同じぐらい強い音が出る、ビッグと同じぐらい強く出さないとっていうことだったんで、うん、でね、まずはこの1ヶ月間強化できたでしょうか。ピキ、はい、ありがとうございます。いい感じですね。いい感じですか、まありがとうございます。アタックも出てるしね。あ、バッチリじゃないですか。いや、めちゃめちゃ嬉しい、本当に。ずっと僕一人で練習してたんで、うんうんうん、これ正解がどうかっていうのがちょっといまいち分かんなかったんで、伊藤さんバージョンの8ビート、やりましょうか。はい、あー、弾きが弾きがね。ってことで伊藤さん、まず8ビートここまでちょっと仕上げてきたんですけど、で次に教えてもらったのが、うん、このサバイブのすすめの A メロのフレーズが16ビート。そうなんですよ、8と16なんで、やっぱ2倍のこの速さで弾くっていうものが入ってくるっていうことなんで、最初も8ビート弾くのがもういっぱいいっぱいだったんで、この160のテンポではやっぱ最初全然弾けなかったんですよ。まあ100とか、もっともっと90とか、そういうテンポでゆっくりこうやって始める、確実にゆっくりのテンポからできるようになってどんどん上げていくと。やってみましょう。やってみましょう。ダーッ！できてるできてる。すごいね。指弾き初心者の皆さん、これ結構早いね、これはね。早い。もうできてる人からしてみたら、うん、まあまあ全然それぐらい弾けよって思ってるかもしれないけど、うん、俺からしてみたらもう大変だったこれ。素晴らしい素晴らしい、バッチリじゃないですか。よかった。ピッキングも強いままだし、テンポが速くなってくると、はい、どんどんその弾く力も弱くなってくるから、ここなるべく頑張ってね、指が動かなくて、はいはいはい、もう音が小さくなってくるんですよ。なるほどなるほど。疲れて、その時に伊藤さんの言葉がふってやっぱ頭をよぎって、うん、頑張れ頑張れ強いの、音を強くしたまま鍛えていく。なるほどね。でそのことがすごい大切かもしれないですね。素晴らしい、はい、いやよ、素晴らしいですね。あのまた、はい、伊藤さんの、はい、160の16ビート、16ビート、はい、強いまま、ま、そうですね、その粒を揃えて早く弾くっていうことなんですね。なんか大変です。いよいよ、いよいよサバイブの爪の A メロ、これは難しいぞ。そう、1ヶ月の間、最初のこの8ビートと16ビートの練習、はい、やっぱほぼ3週間くらいかかって、なるほどなるほど、指が動かなかったんで、なるほどなるほど、そこまでするのにまず時間かかってる。いやー、すごい覚えてる。このテテ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 テっていうこと、弦が飛ぶという、そうなんです、弦が飛んだ瞬間に一気に難しくなるんですよ。そうなんですよね。でかつこれ前回の動画ではお伝えできなかったんですけど、はい、うんうん、トゥトゥトゥテテテって時にレイキングで、そう、同じ指で、同じ指でこう舐めるようにね、舐めるように、そこで省エネなの、省エネ、こ
ここ、これ一つのそうコツですね。早く弾くコツです。エコノミーピッキングと思うよ。経済的一振りで2個音が出る。ちなみに伊藤さんはこの奏法はもうよくよく使います。弦の違うのをこう2本で弾くよりも1本でドゥルッと弾いた方が、うんうん、あの早く弾ける。まあテンポ160で、はい、おお、あり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 、ピッキングも強かった。やった、すごいじゃん。いや、できてる。1回だけだけど。今タナシンが弾いたのは最初のコードの部分だけなんですけど、もちろん曲なので。そうなんです。このパターンで、うん、さらにコード別のコード弾かなきゃいけない。そこまでになるとまだ弾けない。そう、1回はできたけど、今1回はできた、ね。まあ、引き続き引き続き、うん、のレイフラワーのサバイブのスメを、うん、完コピまで俺行きたいんで。おお、すげえ。これはすごい楽しみ。なんで引き続きこの演習はしていきたいと思ってて、うん、はいはい、で実際、うん、あのこの1ヶ月毎日弾いてて思ったんですけど、うんうんうん、最初は、うん、絶対弾けないと思ったんですよ。でも伊藤さん言ってくれてたじゃないですか。いや、できるできるよって。もうその言葉を鵜呑みにしてやったら指が浮くようになってきたんですよ。やばいやばい。本当に諦めずにこの最後までこの曲を完コピするっていう目標があれば、うん、いけそうな気がしてきました。なるほど。伊藤さんってもうめちゃめちゃいろんなフレーズ弾くイメージがあるんですけど、うん、はいはい、こんな難しいフレーズ作っちゃったみたいな、思いついちゃったって時に、うん、最初はそんな伊藤さんでもゆっくり弾いてって感じですか。うん、ね、うん、やっぱりゆっくりからだね。とにかくいきなり早く弾こうとしないでゆっくりからやるっていうのはセオリーとして、ちょっとずつだよね。やっぱりミスがつかめてくるし、昨日より今日の方がうまく弾けるようになってるし、うん、続けていけば。実はこのサバイブのスメを完コピするにはイントロ、このフレーズです。うおー、マジか、かっこいい。スラップ、このベチベチするスラップね。スラップ、スラップやんないとね。そうなんですよ。スラップを弾けないとこの曲は完コピできないんですよ。実やったことがなくて。もちろんこの曲を完コピしたいんで、はいはい、やりたいです。ってことで伊藤さん、俺、うん、スラップ今までできないと思ってたんですけど、うん、今回ちょっと指企画やってみて、うん、もしかしたら俺でも練習すればできるんじゃないかと。おー、なるほどね。ちょっと思い始めてきちゃってるんで。おー、なるほど。伊藤さん、もしよかったら、うん、スラップを、うんうん、教えてくれ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